大役、準備万全、若田光一さん。ガラス越し会見、2013年11月7日08時37分の読売新聞。大役、準備万全、若田光一さん。ガラス越し会見。バイコヌール宇宙基地、カザフスタン、のより英字、準備は万全。いい意味での緊張感がある。打ち上げが目前に迫った宇宙飛行士の若田光一さん、57、6日、バイコヌール宇宙基地近くのホテルで記者会見した。若田さんは7日にロシアの宇宙船ソユーズで、国際宇宙ステーション、イズスに向かい、来年3月からは日本人初のイズス船長を務める。飛行士一人一人の能力を引き出し、チームとして良い成果を出したい、と、大役への抱負を語った。報道陣から風邪などを移されないように、ガラス越しの会見だったが、一緒に宇宙に向かう米ロの飛行士と共に現れた若田さんは終始、リラックスした様子。ソユーズには、ソチ五輪の聖火リレーのトーチも積み込む。若田さんは楽しみながら人類の限界に挑戦できるのは、スポーツの宇宙開発も同じではないか、と話した。若田光一さん、準備は万全。4度目の宇宙へ日本人初の国際宇宙ステーションの船長に就任。若田光一さん、準備は万全。4度目の宇宙へ日本人初の国際宇宙ステーションの船長に就任。日本人として初めて国際宇宙ステーションの船長を務める宇宙飛行士の若田光一さんが、11月7日、ロシアの宇宙船ソユーズで4度目の宇宙飛行に臨む。最終点検で問題がなければ、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から日本時間で午後1時14分に、若田さんの乗ったロケットが打ち上げられる。若田さんを含む3人の宇宙飛行士は打ち上げの約6時間後には国際宇宙ステーションにドッキング。3人は半年間の長期滞在をするという、NHK ニュースでは以下のように伝えている。滞在中、若田さんは、高性能カメラを使った彗星の撮影や、無重力な生物に与える影響を調べる実験を行うほか、日本とベトナムが共同開発した超小型衛星の放出などにあたり、後半の2ヶ月程度は、日本人として初めて、宇宙ステーションの船長を務める予定です。NHK ニュース、若田さんを乗せるソユーズ発射台に2013年11月5日15時35分、ビズマッシュによると、宇宙航空研究開発機構、JAXA は、若田光一さんが搭乗するソユーズ宇宙船の打ち上げの様子を、インターネットでライブ中継する。日本時間の7日12時15分頃からバイコヌール宇宙基地での打ち上げを約75分間にわたって配信する。さらに同日21時から、国際宇宙ステーションに到着した宇宙船のハッチオープン、宇宙ステーションへの入室、更新イベントを約90分間にわたって配信する予定だ。国際宇宙ステーションの船長は2000年からアメリカとロシアが交代で務めてきたが、2009年に滞在飛行士が6人に倍増したことで、他の3カ国からも選ばれるようになった。2009年のベルギー、今年3月のカナダに続いて3人目の就任だ。船長の役割について、MSN 産経ニュースは次のように報じている。船長はコマンダー、指揮官と呼ばれ、滞在飛行士のうち1人が任命される。日常の主な仕事は、全員の作業や健康の状態を把握した上で地上管制局と打ち合わせを行い、実験や船外活動などの計画を調整する管理業務だ。MSN 産経ニュース、若田さん、来月7日、伊豆へ出発、日本人初の船長の重責、2013年10月28日8時0分、若田さんは11月6日、バイコヌール市内のホテルで打ち上げ前の最後の記者会見、他の宇宙飛行士と共に感染予防のガラス越しに威力を語った。若田さんは準備は万全、健康状態も良好で、良い意味で緊張を感じる、仲間の2人は経験豊か、成功に向けて一人一人の能力を引き出して、チームとして良い成果を出せるよう頑張りたい、と抱負を語った。朝日新聞デジタル、若田船長、準備万全、良い緊張感ある、打ち上げ前会見、2013年10月23日6時43分、2014年2月にロシアで開催されるソチ五輪を記念して、ソユーズロケットにはソチ五輪のロゴマークが描かれているほか、聖火トーチも国際宇宙ステーションに運ばれる予定だ。若田光一宇宙飛行士を乗せたソユーズ TNA-11M、打ち上げ成功、アメーバニュース2013年11月07日、若田光一宇宙飛行士を乗せたソユーズ TNA-11M、打ち上げ成功、第38次/第39次長期滞在クルーのミハイル・チューリング宇宙飛行士、リチャード・マストラキオ宇宙飛行士、若田光一宇宙飛行士の3人を乗せたソユーズ有人宇宙船、ソユーズ TNA-11M は予定通り、バイコヌール時間11月7日10時14分、日本時間13時14分、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。打ち上げられたソユーズ FG ロケットは順調に飛行し、ソユーズ TNA-11M は打ち上げから約9分後に地球周回軌道へ投入され、打ち上げが成功した。今回の打ち上げでは有人ショートカット飛行が実施される見込みで、ソユーズ TNA-11M は約6時間後のモスクワ時間14時31分、日本時間19時31分に国際宇宙ステーション、イズスとドッキングする予定。第38次/第39次長期滞在クルーはイズスで滞在しているクルーらと合流し、約6ヶ月間の長期滞在を行う。以前、ソユーズ有人宇宙船の打ち上げからドッキングまでは約2日間かかっていたが、打ち上げのタイミングと軌道への投入精度を完璧にすることで、約6時間に短縮することに成功した。ソユーズ有人宇宙船の船内は狭く、イズスに到着するまでの2日間に宇宙飛行士は相当なストレスを受けるが、現在の約6時間となれば、ストレスも大きく軽減される。若田光一宇宙飛行士は1963年埼玉県で生まれ、九州大学大学院を経て、日本航空株式会社に入社。1992年に宇宙飛行士に選ばれ、1993年にスペースシャトルのミッションスペシャリスト、MS 資格を取得し、1996年にスペースシャトルエンデバー、STS-72 に登場した。2000年にスペースシャトルディスカバリー、STS-92 に登場し、イズスの建設に参加。2006年には第10回 NASA 極限環境ミッション運用、ネーモにコマンダーとして参加し、ロシアでソユーズ有人宇宙船フライトエンジニアの訓練を行った後、2009年にはスペースシャトルディスカバリー、STS-119 に登場し、日本人として初めてイズスで長期滞在した。今回の宇宙飛行は4回目で、また、第39次長期滞在クルーで日本人として初めてイズスコマンダー、船長も務める。若田光一さん、聖火リレー楽しみ、7日、宇宙へ、毎日新聞、2013年11月06日、若田光一さん、聖火リレー楽しみ、7日、宇宙へ、バイコヌール、カザフスタン、斉藤由香、ロシアのソユーズ宇宙船で7日に国際宇宙ステーション、イズス、へ向かう宇宙飛行士の若田光一さん、50は6日、同乗する米ロの2飛行士と共にバイコヌール市内で記者会見した。イズスで約2ヶ月間船長を務める若田さんは、2年半一緒に訓練をして、チームワークには自信がある。ミッションは複雑だな。このチームなら必ずできると意気込みを語った。同僚飛行士は友達としても指揮官としても、信頼できると太鼓判を押した。会見場には一緒にイーズスに運ばれるロシアソチ五輪の聖火トーチが置かれ、五輪に関する質問も多く出た。若田さんはアスリートは、能力を最大限に引き出して挑戦するところが宇宙飛行士と似ている。聖火リレーに参加できるのが楽しみと笑顔を見せた。感染予防のため、ガラス越しで行われた会見を見守った母貴代さん（80）は無事に仕事を成し遂げ成功するように祈っていますと話した。ソユーズ宇宙船の打ち上げ予定は7日午前10時14分（日本時間同日午後1時14分）。約6時間後にイーズスとドッキングする。若田光一宇宙飛行士搭乗のソユーズ宇宙船、発射台へ、sorae.jp。若田光一宇宙飛行士搭乗のソユーズ宇宙船、発射台へ、モスクワ時間11月5日5時頃（日本時間10時頃）。ソユーズ有人宇宙船ソユーズ TMA-11M を乗せたソユーズ FG ロケットはロケット組み立て試験施設から運び出され、発射台に据え付けられた。いよいよカウントダウンが始まり、打ち上げの準備が整った。11月4日にはソユーズ TMA-11M のペイロードフェアリングとロケットの組み立て作業が行われ、RSC エネルギア社のビタリー・ロポタ社長らによる技術幹部会議も開かれ、発射台への移動が許可された。今回のソユーズ TMA-11M には、第38次/第39次長期滞在クルーのミハイル・チューリング宇宙飛行士、リチャード・マストラキオ宇宙飛行士、若田光一宇宙飛行士の3人が登場する。ソユーズ TMA-11M の打ち上げはバイコヌール時間11月7日10時14分（日本時間13時14分）に予定されており、国際宇宙ステーションイズスとのドッキングも同日に予定されている。3人はイズスで滞在しているクルーらと合流し、約6ヶ月間の長期滞在を行う。若田光一さん、今日宇宙に向け出発。日テレ2013年11月7日。若田光一さん、今日宇宙に向け出発。宇宙飛行士の若田光一（53）が7日、カザフスタンの宇宙基地から国際宇宙ステーションに向け出発する。若田さんが乗るロシアの宇宙船ソユーズは、日本時間の午後1時14分に打ち上げられる予定。ソチオリンピックの聖火トーチと共に宇宙に向かう若田さん。出発前の記者会見は、風邪などに感染しないようガラス越しで行われた。若田さん、準備は万全です。健康状態も良好で、いい意味での緊張感を感じています。チームとしていい成果が出せるよう頑張りたい。若田さんの母貴代さん（80）も現地入りしていて、宇宙ステーションもあまり大きなトラブルが起きないように、無事に運航して成功しますように、そういうのをひたすら祈っておりますと打ち上げを見守る。国際宇宙ステーションで日本人初の船長となる若田さんは、宇宙でのロボットとの会話実験なども行う予定。打ち上げを前に若田光一さんが抱負を語る。日テレ2013年11月6日。打ち上げを前に若田光一さんが抱負を語る。ミッションの成功に向けて、一人一人の能力を最大限に引き出しながら、チームとして成果を出せるように頑張りたい。宇宙飛行士の若田光一さん（50）が7日の打ち上げを前に抱負を語った。若田さんが乗る宇宙船ソユーズは、日本時間7日午後1時14分にカザフスタンバイコヌール宇宙基地から打ち上げられる予定。また、ソユーズではソチオリンピックの聖火トーチが国際宇宙ステーションに運ばれ、9日にはロシア人飛行士がトーチを手に宇宙遊泳を行う。若田さんは今回、日本人として初めて宇宙ステーションの船長を務めるが、若田さんに空からメッセージが届いた。僕、ロボット宇宙飛行士のキロボ。若田さんならかな。早く会いたいよ。今年8月に宇宙ステーションに入ったロボット宇宙飛行士のキロボ。来月には、宇宙での人とロボットとの会話実験が世界で初めて行われる予定。若田さん（ソユーズ打ち上げ成功。188日間宇宙滞在へ。毎日新聞2013年11月07日。若田さん（ソユーズ打ち上げ成功。188日間宇宙滞在へ。バイコヌール宇宙基地カザフスタン、斉藤由香宇宙飛行士の若田光一さん（50）らを乗せたロシアのソユーズ宇宙船が7日午前10時14分日本時間午後1時14分、バイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。宇宙船は約9分後、ロケットから分離されて予定の軌道に入り、打ち上げは成功した。若田さんは約6時間後に国際宇宙ステーションイズスに到着、188日間滞在し、最後の約2ヶ月間、日本人初のイズス船長を務める。若田さんの宇宙飛行は、1996年、2000年、日本人初の長期滞在だった09年に次いで4回目。飛行時間は計347日間となり、野口聡一宇宙飛行士（48）の177日間を抜いて日本人の最長記録を更新する。宇宙船にはロシアのミハイル・チューリン（53）、米国のリチャード・マストラキオ（53）の両宇宙飛行士が同乗している。期間は来年5月14日、カザフスタンの予定。若田さんは同3月11日に前任者から指揮権を委譲され、39代船長に就任する。船長は、火災や隕石の衝突による旧年末などの緊急事態に対応し、同乗する米ロ5人の搭乗員の健康に気を配るなど全体の指揮を取る。その一方で様々な科学実験に取り組む予定。高性能の 4K カメラで接近中のアイソン彗星を宇宙から撮影するほか、国産の人型ロボットキロボと会話実験する計画もある。今月9日には、若田さんらが持参した聖火トーチをロシアの宇宙飛行士が持って宇宙遊泳し、来年2月のソチ冬季五輪を盛り上げるイベントも行われる。打ち上げの3時間前に宇宙基地内で出発式が行われ、ロシアの宇宙服を着用した若田さんら3人が屋内へ出てオスタペンコロシア宇宙庁長官に挨拶した。その後、バスに乗り込んで発射場に向かった。若田さんは報道陣に向かって笑顔で手を振り、行ってきます。頑張ってきます。と述べた。ソユーズ宇宙船は、これまでは打ち上げ後2日間かけてイズスに到着していたが、今年3月に新装置を導入。特急フライト急速ランデブー方式として最速で6時間後にイズスにドッキングできるようになった。